はい、こんにちは。アンサーの時間です。私、原が進行していきます。よろしくお願いします。本日は5月の30日、最後の土曜日になりましたね。あさってには6月です。でも、コロナがありましたから、まあ、気分的には4月って感じになりますね。はい、ということで、えー。 この番組ではメッセージを募集していますメールアドレスは 797-fmgui の 1.com または fmgui の1ではツイキャスト YouTube での音声と映像のネット配信をしています fmgui の1のホームページから見ることができますのでそちらの方もお楽しみくださいツイッターの方も連動していますのでたくさんツイートしてくださいよろしくお願いします はい、この番組では子育てのお悩みとか他いろいろですねまあ話していこうという内容でございますえー、っとじゃあまずは子どものことからいきましょうかえっとコロナのあれでまあみんな自粛自粛とは言っているんですけどえっとコロナ以外も結構たくさんあります熱病あのはしかとかですね そういうのもありますし、えっ、ー、と、今は何があったかな、うん、端海外い、ちょっと思いつかないな。でも、えっ、ー、と、他風あの、そうだ、手足口病とかリンゴ、リンゴ病とか、そういう感じの、あの、熱病の方も流行っております。感染症ですね。 えーと本当に目立たないので,で今ちょっと問題になっているのがこのはしかのこの予防注射の方を受けていない子どもがとても多いらしいですね。えっ、ー、となんかこの病院に行ったら大変とか病院に行ったらうつるんじゃないかということで、えー、と受けていないということではあるんですけどえっ、ー、と これはのうつるうつらないとか関係なしに予防してとりあえず受けた方がいいのかなと思います。え本当にコロナも怖いですけどこのハシカとかこういう予防注射の方は本当に子どもにとってはえとても危険ですからね。え本当に日本農園はあの今はの ワクチンとかがありますのであの本当にかかる人はほとんどいないと言われていますが重度になりますとあの人間の前頭葉ですね、えー、とお手この部分があの何ですかねこの性格この制御する気持ちを制御するっていうのがあるんですけどこちらの方が破壊されます。 本当で本当にこういうんですかねこの意識不明から復活したとしてもこの熱の方血縁投与の方が壊れましたら本当にこの本人がこの自分の意識の調整気持ちの調整というのが本当に苦手になります。本当にそののぐらいこの 予防注射というのはとても大切ですのでコロナが怖いからどうしようとかではなく受けた方がいいと思います。病院の方も話していますからね、えー、と自粛とは言いますけどこういうことに関しては自粛はありませんとですから自粛っていうのをちょっと勘違いをしない方がいいと思います受けるべきものは受けるべきだと 思います。はい。えっ、ー、とあと今何分ですかね。はい。では一曲目いきます。えっ、ー、と何やってたかね。ヒゲダンのイエスタデイです。はい。えっ、ー、と何でしたっけね。ヒゲダンのイエスタデイでした。どうでしょうか。はい。ではですね。次えー、もう学校の方は始まってはいますが。 e スポーツっていうものですね。要はあの、プロのゲーマーですかね。昔で言えば。っていうのをちょっとやってみて、皆さんどうですかね。ゲームの方はお好きな方はいると思うんですけど、えっ、ー、と、どんなのが好きですか昭和の方だとファミスタとか、えっ、ー、と、ファミコンがない時はインベーダーとか。 っていう世代だと思うんですけど今はねこういうのが本当にプロのスポーツになってますね。でこの優勝賞金の方がと本当にもう何千万一番上に行けば億ぐらいの本当にすごい世界になっております。本当にこの内容としたら 相撲もすごいですよね相撲は本当に勝ったもん本当にもう強い人が強い強い人勝っとる弱い人は本当に付き人っていう厳しい世界で本当にゲームも世界もこんななのでえ本当にもう上の人はもういくらでも稼ぐし下は本当に稼いがないし。 出たけど上は上はでねこの1秒の中で本当に1秒もない世界でやっていますのでえだからのなんかゲーマーの人っていうのはすごい体格いいですよねでもあれっていうのはもうなんかちゃんと理由があって結局この集中するっていう,こう反射神経とかのことを考えるとやっぱり体を鍛え,鍛え 得ていいいた方がなんか動きやすすらしいですねだからこの体力を作るのも一緒でゲームするのも一緒で本当に一日も十10時間ぐらいゲームしますから、えー、と集中力をやるためにも本当にもうスポーツの方でもう身体面ももう鍛えないとこの体力も鍛えないといけないという。 まあこれ考えるとなんかゴルフのようにも似てますよね。ゴルフもそんな感じですよね。ゴルフもただ打ってパッとやって終わりなんですけどでもあれ一日本当に1試合5時間6時間本当に雨があったらもう12時間とか普通ですよね。うん、だからこの この瞬間瞬間に力が出るように常にもう体を強くしておくっていうのが本当に難しい e、まあ、スポーツもとても難しいんだなとは思いますね。で最近ニュースであったんですけどえっ、ー、とこのゲーム依存症をなんか治療の一環なのかながとあのゲーム依存症 このゲーム依存症とこの e スポーツの人たちとの差っていうのをニュースでやっていました。沖縄だったかな沖縄特集じゃない内地特集だったかなっていうのをやっていましたね。えー、まあでも仕事でゲームって言ったらね楽しいのかなって本当に思いますけど誰だったかねこのと時土さんじゃなくて。 ね、誰かいたんだよな時父さんだったかな一番最初のと今412歳か本当に10年以上前から本当にトップを走ってる人ですねえー、とこの人が言っていたんですけどあのこの e スポーツのこのプロゲーマーっていうのは楽じゃないって言ってましたねあのゲームに出るのも自分でお金は参加料も払わないといけないとかえー、とこの 環境も自分で整えないといけないであの協賛っていうのが本当につかないので本当に自分で見つけないといけないと。本当にこの中だから頭も良くないといけないしだから簡単になりたいっていうのもおかしいだから YouTuber もこれ考えたら本当に難しい仕事でありますよね。で本当に営業とかの方が本当にまだ 楽かなと思います、ね、本当に地味ですけどこのゲーマープロゲーマー e スポーツの選手とか YouTuber ーーの方が本当にこの表でずっと笑顔芸能界とある意味んか似てるのかなとは思いますけどねえっ、ー、ともうそろそろもう何分なるねそうですね <laughs> じゃあ2曲目いきたいと思いますえっ、ー、と宿命です ムービンムービンムービン引っ越しするならムービン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 県内県外ムービンお部屋の片付け荷物の預かりムービン沖縄ひっこしセンター沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になるとおいしそうな夕飯の匂い。 毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ英会話も教えてくれて1人でいても寂しくないよ夕方4時から空いてるよみんなおいでよ住吉国際ジュニアクラブ ギノアンヒルズ通り救命デイゴ通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しいギノうンの楽しみ方がきっと見つかるギノうンヒルズ通りステ間マドゥから伊佐交差点へとつながる坂道はいということでこの前ちょっとお話ししたのが確かねこの好きなもの ゲームはみんな好きですけどこれを仕事にするとどうなるかっていうのはちょっと話してみました。で、えー、とこの e スポーツっていうのがこのいろいろ種類がありましても今有名なところだとストリートファイタートッキッドネモチョコラブカツ子とかそういうものがありますけどまあその他にもまあクラクラもありますし えー、そうですね。意外とあのー、ファミスタも、あのー、ゲームの一つたで、シューティングもありますし、えっ、ー、と、スポーツ系ですね。サッカーとか、そういうのもかなりすごいらしいですね。で、何でしたっけ今なんか外国の方で有名なのがありますよね。 あのパズルパズルマッルかなカードゲームみたいなやつの本当にモンハンに出てくる龍が出てきたり何かあったの何だったっけ大てっぺん,っぺんそのよなてっぺんだなんかこれが本当にすごいらしいですねでまた優勝賞金もバカでかいですよね皆さん大会見たことありますか YouTube でも見てみてください。あのー、盛り上がりもすごいですけど、優勝賞金がものすごいですから、あれ、億に近いですよ、あれ。うん、<laughs> ですから、もう、やる人が本当にもう血まなこでやっているっていう。でも、あれ見てたらね、なかなか面白いですよ。いくらゲームでもあれ、1分1秒で変わっていくので。 ああすすと思いますただねこういう人たちが普通の仕事する時って何するんだろうなっていうのが <laughs> 思うんですけどどうですかねもう皆さんこんだけしゃべり倒しといて今更聞くんですけどゲームを仕事にしたいかしたくないかっていうのをちょっと聞いてみたいですね。<laughs> ねもう本当に う本当にもう好きなものをま好きなようにやるか本当に好きなものを本当に仕事にするかでも今の社会だと好きなものを仕事にする方がいいのかなと思いますね今はリストラとか本当に不況が本当にいろんな人があ,いあげいてあいて、まあい,あい苦しんでますからね 本当にもう自分の好きな世界であるただ一つ言えることはどの世界もそうですけどこういうエンターテインメント関係は本当にもう落ちるか落ちないか要はもう落とし合いですので本当にもうそれを十分理解してやるべきものかなと思いますだからもう簡単に言ってもこのラチオのパーソナリティも落とし合いですよ 本当に有名になりたければ本当に相手を蹴り落として有名になる。有名になりたければ本当に有名な人を本当に利用してその人を踏み台にして人気を取る。本当にそんな世界なので心が強くないとできないでしょうね <laughs>。ということで今週の放送も終わりました。私ハラーが進行していきました。ではまた来週皆さんお元気でお過ごしください。ではさようなら。